株式会社、産業紹介は、東京都新宿区に本社を置く、アパレルメーカーである。販売網は、百貨店が主体であり、自社ブランドに加え、海外の様々なブランドともライセンス契約を結び、販売している。創業者の吉原信幸が、戦時下の九百四十三年に、電気関係各種工業用品を呼び、繊維製品の製造販売を目的として、 東京都板橋区にて工作機械工具の修理加工、販売を行うべく、同社を設立する。社名の由来は、三井、三菱など有力財閥の、山と、創業者である吉原の父、洋にちなんで付けられた。終戦直後の1945年8月、板橋にあった本社工場を売却し、銀座に本社を移転。 戦時中に使用された暗幕をもとにレインコートの製造販売を開始する。その後1949年に第一通商が企画した全国エキスポートバザー向けにレインコートの縫製を大量に受注したことでレインコート製造販売の大手として当角を表す。1951年には自社のレインコートを採用レインコートとして商標登録を行う。 これと時期を同じくして全国各百貨店への営業も開始し、1953年には銀座松屋が企画したコンクールで最優秀製品に選ばれたダスターコート、その後1959年には当時映画館で上映されて話題を呼んでいたフランス映画3月生まれで女優ジャクリーヌ・ササールが着ていたコートを 日本人向けにアレンジしたものを、ササールコートと命名して売り出し、これがヒットしたことで、レインコートの製造販売から、総合アパレルメーカーへと成長を遂げることになる。1965年からは、A、バーバリー社製のコートの販売を行うようになると、ともに、1969年以降はバーバリーた海外のコートメーカーとの技術提携により、 各メーカーの製品の国内ライセンス生産へと移行する。またこれとともに各世代をターゲットにしたファッションブランドの開発も積極的に行い、現在も女性向けブランドエポカーやフラジャイルに代表される多数のファッションブランドを展開してきた。大きな転機となったのは2015年6月30日付でのバーバリー社とのライセンス契約の終了である。 これにより日本におけるバーバリーの販売は英国本社が日本法人を通じて直営展開することとなった。以後はバーバリーロンドンの後継ブランドとしてスコットランド発祥の防水コートの老舗の医療会社マッキントッシュと提携したマッキントッシュロンドンを立ち上げ約350の旧バーバリーの店舗のうち約260店を切り替えるとともに 若者向け婦人服、バーバリーブルーレーベル、紳士服、バーバリーブラックレーベルについても、新デザイナーを起用しそれぞれ後継ブランドとして、ブルーレーベルクレストブリッジ、ブラックレーベルクレストブリッジに転換した。しかしバーバリーを失った間では極めて大きく、自社ブランド中心への転換後の業績は低迷。4回にわたる希望退職の募集と3回の、 社長交代が行われるとともに、筆頭株主の米運用会社より、経営陣の刷新や身売りを求められ、銀座の機関店ビルを売却するなど、再建途上にある。ありがとうございます。